皆さん、お久しぶりです。ちょっとね、パソコンが壊れちゃってですね、買い直したりとかいろいろしてて、ちょっとね、遅くなりました。で、YouTube では言ってなかったんですけど、実は僕ね、こそこそインスタをやっておりまして、そっちの方でもお魚好きの動画とか上げてるんで、よかったらね、フォローしてみてください。で、ちょっとね、擬態してるんで分かりづらいかもしれないんですけど、この映像の中にもう昆布締めいるんですよ。皆さん探してみてください。こちらの生物、コブシメっていう種類のイカになります。コウイカの仲間の中では世界最大の種になります。で、ちなみにこの映像に映ってる僕が撮ったコブシメはですね、 4.4 キロでした。で、結構ね、大きかったんでね、漁師の人にね、これはね、さすがにね、すごいでしょうって言ってね、店に行ったら、なんだそれ、ちっちゃいなって言われて。で、このイカね、実はね、10キロ以上になるんですよ。で、前日もですね、15キロぐらいのね、ついてる人もいて、まだまだね、このサイズでもちっちゃい方っていうことでね、もう本当にね、驚きですよね。で、イカはですね、足が10本あるんですけど、その中にね、2本だけ触腕っていう長い足があるんですけど、それどこに行ったんだろうってね、思いませんか？生きてる時はですね、まあ、体の中にしまってあって、で、これね、死ぬとね、出てきます。不思議ですよね、本当に。目と目の間にナイフを入れてあげると閉まるんですけど、意外と難しくて、ちょっとね、イカには申し訳ないんですけど、うまく閉めれませんでした。で、ちょっとね、白くなったので若干だけ閉めれたのかなみたいな思うんですけど、どうなんでしょうね。それではここからイカをさばいていくことにします。さっき取れた昆布締めをさばいていこうかなと思います。イカ取ったことなくて、イカのさばき方知らないんで、まあ適当なんですけど、まあなんとかね、なると思うんでね、楽しみにしていこうかなと思います。めちゃくちゃでかい。甲から取っていこうかなと思います。硬っ。めちゃくちゃ硬い。ハサミがいいわ、これ。先っぽだけめちゃくちゃとんがってる。貫通した跡がめちゃくちゃ硬いですね、これ。めっちゃ硬いです、これ。で、内臓すごいですよ、これ。この鎧のおかげで全く傷ついてないです。こっから皮を剥いでいこうかなと思います。わ、炭がすごい。で、後で調べてみたんですけど、炭袋を紐で縛ってからさばくのが正解だったみたいですね。じゃ、内臓開封していきます。これが胃袋っぽいですね。開封してみます。あー、いい匂い。魚の骨ばっかりですね。おそらくこれが炭袋なんじゃないかな。だいぶ綺麗にしたんですけど、やっぱ取れないところもちょいちょいありますね。取れた。でかい。まあ、冷凍して送ってから、まあ、家でゆっくり食べようかなと思います。
はい、ということでね、戻ってきました。こんな感じで小分けにして、冷凍して保存してるんですけど、これね、結構助かってる。めちゃくちゃ僕ね、魚付き行ってて、基本的に金ないですよ。なんでね、イカなんてね、まあまあ食べれないような状況なんで、本当に助かってる。まあ、冷凍したイカは刺身で食べれるのみたいなね、皆さん思うと思うんですけど、これもね、ぶっちゃけ刺身で食えるんですけど、僕がさばくの下手くそで炭出しちゃって、刺身で食うにはちょっと臭いんですよ。なんでね、今回はね、唐揚げとアヒージョでね、食べていこうかなと思います。まずはここから包丁を入れていきます。こっからはゲソをね、一個ずつ外していきましょう。で、これさ、食べない人いるよね、本当に。食腕って言うんだっけ。俺ここも全然なんか好きなんだけどさ、なんかもったいないと思うんだけど、あれって何で捨ててんのかな。イカの足ってね、歯がついてるんですよ。めちゃくちゃ硬いんですよ、これが。で、これをね、取っていきます。これキッチンペーパーとかで取れるらしいんですよ。ヌルヌルして、あ、取れるわ、めっちゃ取れる。ほら、すごいよね。こういうね、一手間をね、惜しむとね、本当にね、料理の味っていうのがね、めちゃくちゃ変わってくるんだよね。料理はね、妥協しちゃダメだと思うんだよ。目の外し方は知らないんでね、適当に外していきます。いいでしょう。なんかね、ここね、めっちゃ硬い。骨みたい。あの、タコとかの絵でよく描くやつ。墨を描くところですね。てっか、もう手のひらサイズですよ。この墨を描くところだけで。はい、ということでね、ゲソを取り出しました。で、まあ、こういうね、巨大生物っていうんですかね、あの、大きい生物とかだと、もうこういうゲソをね、もうそのまんま開けて、で、ガブってかぶりつくのがね、動画的にはね、面白いと思うんですよ。でね、僕もね、その小学校の頃の某テレビ番組とか見て、うわすげえ面白そうって思って、いいなーみたいな、あんなでかい生物丸揚げにしたりしていいなーとか言って、うめえとか言ってるじゃないですか。あのね、で俺もね、一時期ね、でかい生物買ってやったこともあるんですけど、あのね、美味しくないですよ、あれ。正直食べにくいし、味も染み込まないし、でね、中もね、半生だしっていうことでね、美味しくないですよ。僕はね、一口サイズに切ります。切っていきましょう。で、これはアヒージョ用のニンニクですね。で、ここから薄くスライスしていきます。オリーブオイルとニンニクってなんでこんな相性いいんでしょうね。で、しめじですね。これはね、めちゃくちゃ旨味出してくれるんで、絶対入れた方がいいですね。
で、まずは石突きを落としていきます。で、石突き落としたらこんな感じでほどいてバラバラにしていきます。これもね、もちろん食べやすいように一口サイズで切っていきます。塩で具材に下味をつけておきます。で、オリーブオイルをね、入れていきます。で、僕は特にオリーブオイルにはこだわりはないですね。で、輪切りの唐辛子を入れて、その上から具材を入れていきます。で、ここに乾燥パセリをかけていきます。まあ味っていうよりは見た目を良くするみたいな感じですね。はい、完成しました。ということでね、いただきます。あのね、これね、皆さんが想像してる10倍はうまいっす、うん、これはね、マジで衝撃な味。めちゃくちゃうまい。やばい。他のイカと比べて弾力がすごくて、で、めっちゃ噛むじゃないですか。で、噛めば噛むほど、あの、旨味とか甘みがね、口の中いっぱい広がってきて、めちゃくちゃうまいっす。あの、でっかいイカとかね、どうせまずいだろうってね、皆さん思ってると思うんですけど、これやばいっすよ。めちゃくちゃうまい。これはね、100点です。文句なしの100点。あと全然辛くない。もうちょっと唐辛子入れてよかった。俺のチャンネル史上一番うまいかも。味付けはシンプルに、醤油と、酒、と生姜ですね。で、これを15分ぐらい置いていきます。はい、ということで20分経ったんでね、揚げていきましょう。で、片栗粉ですね。ということでね、唐揚げが完成しました。アヒージョうますぎたんで、唐揚げ作るかめっちゃ迷ったんですけどね、頑張って作りました。では、いただきます。めちゃくちゃうまい。まあ、動画回してなかったんですけど、あの、ニンニク入れたバージョンもね、この中入ってるんですよ。で、ニンニク入れたバージョンの方がね、全然うまい。うまっ。とにかく後味がいいんですよ。まあ僕ね、いろんなね、ゲテモノとか食ってね、それもね、美味しいみたいなことね、言ってるんですけども、まあゲテモノ界で一番美味しい方だった。アフリカマヨネーズ。まああの美味しいが10だとすると、これは200ぐらいです。全然違うから。あの、ゲテモノの美味しいの基準はもうマジで、俺の中で食えたら美味しいなんで。これをね、ビールかハイボールで流し込んだら、なんだろう、世の中の幸せを全て凝縮したような味になると思います。はい。めちゃくちゃうめえな。うん。